奈良飛び。加山隆盛の奈良飛び切り観光ガイド。今回は大仏を見た後の丸ごと奈良と題しまして、東大寺や春日大社、興福寺、また奈良町も観光しましたよという方へ、周辺のおすすめスポット10選をご案内いたします。まず今回ご案内いたします10箇所の位置関係はこんな感じです。大仏のあります東大寺を中心にした2キロ圏内といったところでしょうか。近鉄奈良駅を起点とする方が多いと思いますので、まず最初にこのエリア、次に東大寺の手貝門からほど近いこのエリア、最後に東大寺南大門から南へ一直線のこのエリアをご案内いたします。ファイルナンバー1はこちら、奈良県離庭原票考察場です。三条通り沿いにありまして、近鉄奈良駅からはすぐ、 JR 奈良駅から観光スポットに向かう道沿いなんですけれども、スルーされる方が多いんですね。復元施設にはなりますけれども、奈良の歴史を感じるには非常に興味深いスポットです。この離庭原票なんですけれども、離庭というのは日本ではメートルという単位が使われるまでは里という単位が使われていましたよね。1里約4キロと覚えている方多いんじゃないでしょうか。正確には3927メートルだそうです。その里の程度という意味ですから距離ということですね。現在でいう道路原票のことです。ここから各方面にどのくらいの距離であるかを知らすために、明治時代各府県に1基ずつ設置されたんですね。奈良ではこの辺りを京都、大阪、伊勢へ向かう起点としたというわけです。合わせて復元されていますのが御考察場です。考察とは当時法度や掟書きと呼ばれた命令などを書いて人目を引く場所に高く掲げた札のことなんですけれども、こちらは江戸時代に奈良奉行が設置したものになります。なかなか面白いことも書かれていますので、ぜひお立ち寄りください。ファイルナンバー2はこちらです。監獄ではなく観郷神社と読みます。創建は593年と伝わりますので、歴史は推古天皇の飛鳥時代に遡ります。見どころはこちら、観光神社の境内社として日本唯一の万寿神社があることです。やはり万寿の始まりも奈良だったんですね。室町時代の初めに中国から渡来して、こちらに居住をして日本に初めて万寿を伝えたとされる林上院を祀る林神社です。観光神社の本殿は桃山時代の建立で県指定文化財となっています。この本殿の右側にその万寿神社があります。このように鏡餅のような万寿のオブジェが左右に設置されています。林上院が作った万寿は足利将軍家はもとより宮中にも献上されたとのことです。林上院の命日である4月19日には業界の繁栄を祈願する万寿祭りが行われまして、全国各地の名家が献上されます。また参拝者には饅頭と抹茶が振る舞われまして、非常に賑わいを見せます。全国でも珍しい神社ですので、合わせてお立ち寄りください。それでは
東大寺から北のエリアをご案内いたしましょう。こちらは東大寺の手貝門からは比較的近いエリアとなりますけれども、東大寺自体がかなり広いですからね。大仏殿から手貝門も少し距離がありますので、計画を立てられるときはご注意いただきたいと思います。ファイルナンバー3は聖武天皇陵、光明皇后陵です。こちら佐保川に面する場所にありまして、御陵の正式名称はそれぞれに佐保山南の御捧、佐保山東の御捧と言いまして、夫婦寄り添うように並んで存在しています。参道は非常に長く綺麗に整備されていますので、天平の風を感じるのにも最適なスポットかと思います。聖武天皇は言うまでもなく大仏を造立した天皇で、光明皇后は皇族以外から初めて皇后になった藤原不比等の娘です。この時代は長屋王をめぐる藤原氏との権力争いや天然痘の流行など様々な災いに見舞われた治世ですので、奈良時代を語るには欠かせないお二人となっています。こちらの分かれ道まで戻りますと、右が光明皇后陵と案内板が出ています。こちらが光明皇后陵になります。こちらからはこのように南には興福寺の五重の塔が見えていますし、東の方へ目を向けますと若草山や大仏殿を望むこともできます。ファイルナンバー4は聖武天皇陵のすぐ近く、多聞城跡です。時代はかなり下りますけれども、大和一円を支配した戦国武将松永久秀が築いた多聞城があった場所です。松永久秀というのは三好三人衆と敵対をして東大寺で戦って大仏殿に火を放ったとされる人物ですよね。その事実や人物像については諸説ありますので割愛しますけれども、この人の作ったお城が豪華絢爛だったんですね。日本で最初の天守閣があったそうで、近世城郭の先駆けとなったことは間違いないようです。現在は奈良市立若草中学校の校舎がお城のようにそびえ立っています。ファイルナンバー5は北山18軒庫といいまして、現存する日本最古のハンセン病患者収容施設です。18軒の長屋で18室の病室という意味からこの名前がついています。13世紀の中頃、鎌倉時代の僧仁宗による創建というのが一般的なんですけれども、もともと始めたのは光明皇后という説もあります。何より光明皇后は施薬院や秘伝院などの福祉活動の先駆者として知られていますので、その可能性はあるかと思われます。いずれにしましても奈良の歴史を探るのに重要なスポットとなりますので、近隣スポットとともにお立ち寄りください。ファイルナンバー6は般若寺です。北山18軒庫からは徒歩でもすぐの位置関係です。実はこちらも聖武天皇ゆかりのお寺なんですね。自伝によりますと創建は飛鳥時代となっておりまして、聖武天皇の時代にはこの地が平城京の鬼門にあたるとして、平城京鎮護のために聖武天皇が大般若経を祈壇に収めて道東を建立したのが名の起こりと言われています。コスモス寺としても有名で、初夏から秋にかけてのかなり長い期間コスモスを楽しむことができます。
見どころは何と言いましてもこちら、鎌倉時代宋から招かれた異形松の傑作として有名な十三重の石塔となっています。そして般若寺の国宝楼門の真ん前にあるのがファイルナンバー7の上村牧場です。奈良といえば鹿ということで、牛がいるなんてイメージできないかもしれませんけれども、こちらは明治16年創業の今も手作業にこだわる奈良県最古の牧場です。大変人懐っこい牛たちが出迎えてくれますので、お子様連れの方にも楽しんでいただけるスポットです。こちらの牛乳は奈良の有名ホテルでも使用されておりまして、売店で提供されているソフトクリームは絶品ですので、旅の途中にぜひご賞味ください。北側のエリアの最後はファイルナンバー8、旧奈良監獄です。四方の近代化を掲げて作られた明治五大監獄の中で唯一原型を保っているロマネスク様式の建築物です。1946年昭和21年からは奈良少年刑務所として存続したんですけれども、2017年平成29年に重要文化財に指定されると同時にその役割を終えています。現在星野リゾートが名乗りを上げていまして、今後は監獄ホテルとして生まれ変わる予定です。それでは南エリアのご案内です。このエリアは南大門から一直線ですので、土地勘のない方でも比較的簡単に行きやすいかと思います。ということでファイルナンバー9は史跡図塔です。ずっと大きな建物に隠れていたんですけれども、その建物がなくなったために現在は通りすがりに見ることが可能です。本来は土塔と呼ばれるべきものなんですけれども、たたりで死んだ奈良時代の僧玄房の頭を埋めたとの伝説からこの名称になっています。7段の方形段を積み上げた形となっていることから、巷では奈良のピラミッドと呼ばれています。実際には東大寺で修二会お水取りを始めた実中が建立したものになります。各段には石仏が配置されていまして、インドの仏塔に倣った仏教建造物の一つです。おそらくは後の三重の塔や五重の塔の原型かと思われます。2022年12月から内部の修理工事のために見学の受付は中止されていますので、中に入って見てみたいという方は再開時期をご確認の上ご計画ください。ファイルナンバー10は新薬師寺です。747年に聖武天皇の病気回復を願って光明皇后により創建されたお寺です。その名の通り本尊は薬師如来なんですけれども、創建当時は7体の薬師如来像が安置されていたと言われています。また聖武天皇ゆかりのお寺ですので、宗派は東大寺と同じく華厳宗となっています。こちらの本堂は正真正銘奈良時代の建造物として今も残っています。ただね、本堂としては少し質素に感じますよね。実はこちらは創建当時の直堂を現在の本堂としているからなんですね。見どころは本堂内に円形の土壇が築かれていまして、本尊の薬師如来を囲むようにその守護である十二神将像が安置されていることです。もちろん12体あるんですけれども、こちらは日本で最古最大の十二神将像です。実際に見ていただくとその素晴らしさを分かっていただけるかと思うんですけれども、堂内ぐるり一周しますと仏像の背面も見ることができる
非常に珍しい光景に感動すること間違いなしです。大仏を見た後の丸ごと奈良と題しましてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。奈良観光の際の参考にしていただけましたら幸いです。登録がお済みでない方は今ここでチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。